吉田智発見動画チャンネルの吉田智です。皆さん方にご案内しなければならないことがあります。実は一昨日ですね、この足が調子が悪いなというふうに思いまして病院に行きました。ひょっとしたらというふうに思ってたんですが、昨日判定が出まして、やはり痛風ということでありました。痛風というのはお金持ちの人がなるんだ、この暴飲暴食の人がなるんだというふうに思っておりましたが、実はこの間議長をやらせてもらって3月8日までだったんですが、やっぱりいろんな宴会に出て、美味しいものを食べておった、非常に栄養のあるものを食べておった、プリン体のあるものを食べておったということで、このあるいはやっぱり、お酒を控えるといってもやっぱりある程度飲んでたということでこうしたものが発症したんだろうというふうに、思っております。人には健康のことをずっと皆さん方にご案内しながら、一方でこうした自分自身が痛風というものになったということで、これから食生活を変える、ひょっとしたらこの頑張ってもですね、薬を飲まないといけないようになるかもしれませんが、もう病気に馴染んだ生活というものをやっていくというようになるわけであります。このことを皆さん方にご案内しまして、これからはこの生活を変えていくということで、もちろんずっと前もそれほど宴会に出ておらなかったんですが、今度のこの議長が終わって番組になったということを機会に、宴会の席等は控えさせていただきたいというふうに思っております。また今後もすましやかな質素な食事をやりながら健康に努めたい、このように思っておりますので、皆様方にまずご案内させていただきました。吉田智でした。今日は3月の9日です。終わります。